3年前、創薬センターで入院中の認知症患者が殺害された。当時容疑者とされた死刑囚大久保新平は今なお潔白を主張する。そして一連の事件がアドディック9の人体実験であったとする矢上の仮説は、寺沢恵美殺害の真犯人を浮かび上がらせた。あの、これから綾部刑事の接見に行ってきます。おう、矢上も一緒か？いえ、僕一人です。矢上さんはそのしばらく僕らと距離を置くそうです。モグラに狙われるだろうから巻き添えにできないって、源田先生にも気をつけてほしいって言ってました。今さら水くせえ。矢上さんはアドデックナインに絡む事件を全部解き明かす気でいます。そうすれば綾部刑事も大久保君も二人を無罪にできるって。もし大久保新平の冤罪を晴らしたら、矢上はえらいことになるな。間違いないですね。ええ、汚名返上どころかもうレジェンドですよ。まだそこまで浮かれる段階じゃねえよ。やっぱりだ。この間仕掛けた松金組の盗聴器、まだ生きてたよ。よし、何が聞こえる？組員たちの雑談。結構な人数が詰めているみたい。羽村はそこにいそう？いや、多分いねえな。そばに頭がいりゃピリッとするもんだ。誰も雑談なんかしなくなる。でも羽村は連絡を入れてくるはずでしょ？多分な。多分？事務所には連絡するはずだって言ってたの海藤さんだよね。そんな怒ることじゃねえだろう。はあ、一体どこに消えちゃってんだろう。確かに羽村の居場所が分かるまでずっとこうしてんのもなんだかな。とりあえずタバコやめない？こんな締め切ってんのに。だよな。そう思ったんだけど、ついよ。しばらく辛抱して。羽村は絶対に捕まえる必要があるんでしょ。ああ、モグラを引きずり出す鍵は羽村だ。その羽村を抑えられないようじゃ俺らの負け。綾部も大久保君も助けられない。でもよ、ただこうして待ってるだけってのはな。じゃあいつものあれ使うか。空から松金組を偵察してみる。これは。あれって東だよな。本当だ。なんか偉そうにしてるね。出世しやがったか。羽村がいないんでのびのびしてるって感じ。ん？見ろ、東が表に出るぞ。俺は東を尾行してみる。三人で盗聴を続けるより手を広げよう。俺も行く。じっとしてんのは性に合わねえ。じゃあ僕一人で盗聴。後で代わってやっから。
よう、タボ。俺ら、こんな風に歩いてて大丈夫なのか？今頃、ショーノがモグラを差し向けてきてるかもな。いつ襲われてもおかしくないよ。やっぱ、そうだよな。どこに向かってんだ、東は。なあ、
今なら東も一人でいるし、思い切って話しかけてみるか。この間料亭でやり合って以来だぜ。俺らに聞く耳持つか。ダメで元々だ。ダメで元々か。よし、じゃあ行ってみっか。お、なんだあいつ、逃げやがった。なんでだ。逃がすか。なんだよ、もう逃げなくていいのか。別にお前から逃げてたわけじゃねえよ。え？組の目があるところじゃお前らと話せねえ。じゃあ話聞いてくれんのか。東てめえ。東は逃げない。休んでていいよ、海藤さん。羽村の頭は本腰入れてお前らを探させてるぜ。見つけたらすぐ連絡しろって組の門に号令がかかってる。逆に呼んでくれりゃすぐに会いに行ってやるんだけどな。会ってどうすんだ。向こうはマジでお前ら始末する気だぞ。羽村の居場所は。俺は聞かされてねえ。本当だ。今あんたらに会ったことを頭には報告しねえよ。だがな、俺がお前らなら今すぐに町を出る。親父もその方がいいと思ってるはずだ。あいつ案外親切だったじゃねえか。じゃあ素直に忠告聞いて町出るか。バカ言え。冗談だよ。でも羽村の方も俺らを探してるらしいな。完全に始末する気でだ。だから。いや、だからってなあ。羽村の手下が俺らを探してんだったら襲ってきた連中を逆に捕まえりゃよくねえか。でそいつらに羽村の居所を吐かせるってのは。そううまくいくか。向こうはいきなり殺しにかかってくるかも。それか捕まって目をえぐられるか。じゃあまた杉浦の車の中で禁煙するか。正直それも嫌だな。だろ。よし、じゃあお前今からとにかく街中歩き回れ。俺が後ろから見張っててやっから。分かったよ。敵が襲ってきやすいようにわざと隙見せて歩くんだ。隙を見せてってどんな感じ。それくらい自分で考えろって。よ、聞こえるな、ターボ。なあ、俺は距離取ってお前についていく。好きに歩いていいぞ。敵に隙を見せるようにな。
これ以上ないくらい好きだらけだ。すげえな。どうやったらそんな風にできるんだよ。あのね、いつも通りに歩いてるだけ。今んとこ近くに怪しい連中はいねえ。安心しろ。本当に？ちゃんと見ててくれよ。任せとけって。ただこの後何があるか分かんねえからな。合間見て腹ごしらえとかいろいろ適当に備えとけよ。ご親切にどうも。いらっしゃいませ。ありがとうございました。どうかした？海藤さん。松金組の連中食いついてこねえな。もう少し露骨に隙見せて歩けねえのか？ん？例えばどんな風に？まあ酒飲んで酔っ払ってみるとかよ。酒か。なるほどね。テンダーにでも行ってみるか。ターボ、ねえ、ターボ。どこだ。なんだ。なあ。おう。ねえ。ちょっと。え？サボ。おい。おう。ターボ。してやがったな、ターボ。なんか目的忘れてやしねえか。は？お前はハムラの手下をおびき出すおとりなんだぞ。自分だけ気分よく飲んでんじゃねえよ。なんだよ急に。そもそもあんたが酔っ払ってみろっつったんだろ。ああ。けどなんか面倒になってきたな。
もういっそ松金組の事務所に勝ち込んじまうか。いやダメでしょ、結構な人数詰めてたし、そんなことしたらただじゃ済まないって。じゃあよし、こんな手はどうだ。こんな手って、松金組がケツ持ちやってる店に顔を出すんだ。ん？どういうこと。松金組の息がかかってる店に八神が来たって触れて回るのよ。すると多分お前が現れたってご中心がハムラんとこまで行くわけだ。なるほど、そいつはありかもな。その店の名前と場所は？そうだな、天下一通りのアルビンかな。オッケー、わかった、行ってみよう。ですからちょっと難しいですと。そんな返事を聞きに来たんじゃねえよ。お前らの面倒見る経費がかさんでんだ。みかじめの値上げは当然だろうか。そんなダボ、間違いねえ、あいつら松金組のやつらだ。ああそうだね、ここは一つ人助けしとくか。あの店員お困りのようだぜ。カイトさん、棒読みすぎる。いいからさっさとやれよ。はいはい、ちょっと、もうその辺にしたら。え、なんだと。あ、ヤガミ、なんでこんなところに。一般人に凄んで何やってんの、まったくてめえに関係ねえだろ。ほら、またすぐ大きな声出す。そうやって吠えるしか脳がないのか。あ、だからいつまで経っても下っ端なんだ。なるほど。てめえ、ぶっ殺してやる。おい、あんたら。ハムラの頭に八神が来たってしっかり伝えといて。ハムラの頭？頼んだよ。おい、タボ、これ結構いい作戦じゃねえか。ああ、そうかも。カイトさん、他にケツ持ちしてる店知ってる？できたらいくつかあるといいな。じゃあ、ピンク通りにある連冠の K って店と、七福通り西のファンタスティックロマンス、あと七福通り東の
スイートビローだな。よし、全部回ってみよう。